多くのケルト妖精団を編纂した w b イエーツは、レプラホーンの名は、リース・ブローガン、すなわち、片足靴屋を意味するとした。垣根に座って靴を修繕する姿が見られる悪霊の子供で堕落した妖精と伝えられる。役割により、クルラホーン・ファージャルグなどの別名を持つ。働く姿を見せる妖精であることから、スコットランドやイギリスに伝わるブラウニーとも類似するが、 ブラウニーは人間に奉仕する妖精であるのに対し、レプラホーンは、ほとんどの場合自らのためにしか働かない。靴職人とされ、グリム童話の小人の靴屋に登場する妖精とは、このレプラコーンのこととも言われる。地中の宝物のことを知っており、うまく捕まえることができると黄金のありかを教えてくれるが、大抵の場合、黄金を手に入れることはできない。 小さな体を意味するなであり、ルブラホーン、ラバーキン、ルホルバン、ルプラホーンとも呼ばれる。英語読みでは、レプラカーン。小さなシワクチャの顔にゴマオのあごひげ、尖った鼻に輝く目をしている。銀のボタンの赤ジャケット、茶色の半ズボン、銀の留め金付きの黒ブーツを履くという。また、ついたちに靴を片方しか作らないが、 体が小さくてあまり仕事ができないから、または一本足であるからとも言われる。大抵革のエプロンをし、忙しそうに小槌で、コツコツと靴の修理をしている。この妖精は、金の入った壺を持ち、一瞬でも目をそらすとすぐにいたずらを仕掛け、笑いながら、姿を消すと言われている。アイルランド南西部には、レプラコーンに注意の交通標識があることで、有名である。 ハリー・ポッターと炎のゴブレットでは、クイ・リッチのアイルランドチームのマスコットとして登場し、会場に金貨を降らせた。ただしこの話のレプラコーンが降らせた金貨は、2、3時間ほどで消滅する。現在知られる、レプラコーンの源となる妖精の、最も早期な例は、ルーカーペーンという名の彗星、または、両星の妖精たちで、フェルグス・マクレーティの冒険に登場し、 この作品の古古は8世紀に遡るとされる。アルスターの王、フェルグス・マクレーティが、水辺で歌たた寝していると、3匹のルーホルバンたちによって、水中に引きずり込まれるが、目を覚まして、そいつらを手で捉え、海、池、湖で自由に泳げる力を授けろと要求する。a b w b e アイルランドの妖精の分類、ギエンナ・マゼン、セルティック・ミソロジー。 A2Z、フェアリーズ、P54ABC パトリシアモニハン、ザエンサイクロペディアオブセルティックミソロジーフォークロア、レプレコン、P286 メキロップ、ルーカーパン、ディピクテッドインザエスセンチュリーテキストエクトラ、FML、サジェスツ、ザットイニシャリーザレプレコンワズアンアクアティックワート、リーストアンフィビアスクリーチャーメキロップ、ありがとうございます。